皆様こんにちは。中国物研究員日本科大募金技クラブですね、横浜市鳴沢誠司です。本日もよろしくどうぞお願いします。本日はですね、この科大募金技から猿の技を行います。猿の技はこの甲種ですね、はい、案外知られてないんですが、この太極拳にも入っていく甲種なんですが、5本の指の先端を真ん中に、この時中指が上、そして、人差し指、薬指が2番目、そして親指と小指がこの5行の形を作ります。これが甲種になります。で、猿の技は、この5本の指先を掴んで持ってくる。で、指の先端から、はい、掴む感じですね。はい、この先端を、持ってくるのに合わせて、左、右と来て、右足を持ち上げて、進む。そして右、左と来て、はい、で左、右で、はい、で右、左で、少し早くなります。で、一周、回ってきて、はい、視線は左、右ですね。左の桃の実を掴んで、では今日は猿の技を紹介しました。この末端というのはですね、全部毛細血管とつながっています。で心臓周りですね、を反応させるというところが猿の技の特徴ですね。季節は夏です。では次回は鳥の技になります。よろしくどうぞお願いいたします。